夏木太陽のパッションレッドがスターダムで初めて結成される、初めてことになりましたね。初めてどうですか。あ、でもこの間年末に、はい、もう久々に組んだんですけど、はい、アイシリコンで、はい、でも全くなんか衰えてなくて、そうですね、うん、びっくりしました。びっくりしました。びっくりパッション、びっくりパッションで長年パッションで組んできたので、はい、その時間のブランクとかは全く一切関係なかった、はい、その、素晴らしいタッグの妙技っていうものを大阪の皆さんに、パッションしてお見せすることができると思いますんで、はい、私あの残念ながらこの間の後楽園でベルトを落としてしまったんですけど、その時に夏希も声をかけてきてくれて、組んでもいいっすよっていう言葉、私はあれが嬉しかった。そのまず一歩として大阪大会どんな戦いになるのか、相手もすごいからね。そうですね、まあ、あの旗揚げすぐに違う組み合わせでこの4人でタッグマッチ、大阪が脇に沸いた4人で、はい、また入れ替えてこのチーム分けで試合ができるようになったっていうのは、やっぱり向こうもそれだけ成長してきたし、引っ張ってきた、いろんな4人とも違う部分で引っ張ってきたメンバーだと思うんで、はい、その集大成的なものをね見せれたらいいなと思います、はい、ユーズポン吉子組の方が話題性あるかもしれないけれども、パッションには負けないんだ。パッションアンドかー、ぜひ大阪大会見に来てください。シャー、こんにちは、夜のともに愛会好きユーズポンです。はい、なんといよいよラストの大阪になってしまいました。うー、寂しいですね。はい、そのラストとふさわしいあの高橋奈々江選手、そして夏希さんパッションレッドだっけと、はい、あのよしこちゃんとタッグ、あ、やべやべ、ちょっと待ってよ、おめ何一人で喋ってんだよ。いやいや、うちがいねえと始まんねえだろ。おい、いや、ちょっとあのさ、私ね、アイドルとしても先輩だし、プロレスラーとしても数日先輩でしょ。いや、待って待って、アイドルとして先輩だと思ってないから。いやいや、今まずアイドルだと思ってないから。あの本当に私グラビアアイドルだったから、本当に。いや、うち本物のアイドルだから。いや、バス100センチ。いや、うち106センチ。まあまあまあ、まあね、今回は本当にパッションレッドを倒すために頑張りましょう。私の最後の大阪だから、ちゃんとね、勝って終わりたいんで。いや、なんでさ、うん、お前にそんな上から目線で言われなきゃいけないの。先輩だから。いやいや、先輩だと思ってないし。いや、芸能界はね、そういう先輩後輩すごい厳しいから、ちゃんとね、言葉遣いとかちゃんとやった方がいいと思うよ。いや、なんだからお前にそんな上から目線で言わなきゃいけないか言ってんだよ。そうそう、あのグラビアアイドルもう10年もうベテランだから。いや、待って、うち18年18歳でしょ。もういい、19歳なんだけど。長い長い。もうなんで、もうはい、もう頑張ります。私はね、よっしゃ、頑張ろう。自分もいろいろ考えてることはあるんで、うん、まあやるか。うん、やる。まあ自分は自分で、はい、この胸で勝ちに行きたいと思ってるんで、はい、そこらへんよろしく。はい、頑張ります。